今日、2023年4月29日、J1 リーグ第10節の名古屋グランパス戦です。本日は6時に起床します。まずはシティとアーセナルの試合を後半から見ます。パートナーが起きてきたら、昨日の菊丸を見ます。さらに、昨日更新のザデイを見ます。7時54分、出発です。まずは病院に行きます。診察はパートナーだけで、ジムに行ってきていいということだったので、エニタイムに行きます。ポスターの配色がいいです。今日は背中の筋トレをします。メニューをこなしましたが、まだ病院が終わっていない、かつ待合室が混んでいて、来ても座るところがないということだったので、有酸素をやります。10時30分にパートナーと合流し、サーモンの手巻き寿司でエネルギーを補給します。11時48分、日産スタジアムに着きました。想定より早く着いて暇です。12時26分にベースブレッドを入れて入場します。マリノスくんがいたので、友達に撮影してもらいました。この棒は前からありましたでしょうか？本日はこちらより応援します。13時20分、席から離脱します。マリノストレインを見て、名古屋サポーターの友達と会って、センターサークルバナーベアラーに参加します。受付で名前を伝えて、参加者と分かるものを受け取ります。この辺りを歩いていきます。試合の日なので特別感はありますが、普段は入ることができる場所だと思われます。スタンドとピッチの間の溝を降りていきます。ウォーミングアップルームで説明があります。ピッチに落とし物をしたら帰ってこないので、何も持っていかないでください。ウォーミングアップからロッカールームに戻る選手への声かけやタッチなどはなしで、拍手だけにしてください。あとはバナーの持ち方のコツや移動の流れなどのお話がありました。15分ほどのトイレ休憩があり、ウォーミングアップルーム内では記念撮影などしていていいということでした。角度はきついですが、アップに向かう選手を少し見ることができます。マラソンゲートに移動して、センターサークルバナーを広げる練習をします。そしてトラックまで出て待機です。ここがお楽しみ期間という感じで、アップからロッカールームに戻る選手を間近で見ることができます。ロペスの胸と肩の厚みがパナかったり、畑中とエドワルドが大きかったり、長戸の足がでかかったり、筋肉に着目しながら拍手をしました。カイナがマジモードの顔をしていてかっこよかったです。そしてピッチに入ります。芝を傷つけないようにするため、膝やつま先を立ててはいけません。開幕から問題視されていた芝の状態はいいように感じました。木田さんの掛け声に呼応するマリサポの声や民衆の歌の肌がかっこよかったです。選手が入場するや否やはけていきます。
ここからはタイムアタックです。席までは走っても7分かかりました。席に着いたら普通に張り切って応援します。ハーフタイムです。良くない前半でしたが、いつものハーフタイムに修正するパターンに期待します。羊羹を一つ入れます。さあ後半キックオフです。キックオフどっちがするかで分かる。試合終了です。福田さんのゴールが激アツだったので、そのボルテージのまま逆転まで持ち込みたかったです。悔しいですが、今やっていることがシーズン後半の無双につながると信じて応援していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いです。